こんにちはりょうですそれでは今日も元気よくお金の勉強をしていきましょう今日のテーマはこれですね。世界最高峰の大学に学ぶ。ハーバード大学のポートフォリオについて解説。こういうテーマで話をしていきたいと思います。僕の簡単なプロフィールです。こんな感じになってますんでね。興味のある方はまた見ていただければと思います。今日の話題ですね。皆さん、ハーバード大学って聞いたことありますかありますよね。アメリカのマサチューセッツ州にある1636年設立のアメリカ最古の大学ですね。これです。ハーバード大学。 世界大学ランキングではいつも上位にいて2020年は3位でしたちなみに東大は36位京大は54位ですハーバード卒っていえばもうウルトラスーパーエリートの象徴ですね2018年時点で大統領は8人ノーベル賞受賞者を48人も輩出しているそうですハーバードに留学して母国で国のトップになった人も32人もいるそうですそんなハーバード大学実は資産運用のプロでもあるんですね運用しているお金の総額はなんと 約兆円です日本一のお金持ち企業ソニーでさえその金額は約1.9兆円ですからハーバードの金持ちぶりりがよよくわかりますよねハーバーバド大学の金融資産を管理している HMC という団体のホームページを見てみるとドヤ顔で「俺たちの資産運用は SP500 に圧勝してるぜ!」っていうグラフを見せつけてくるんです、ね、これですすねここれのグラフですね。 1974年に1,000ドルを元手に株に60%債券に40%投資した場合2019年に約4万7,000ドルに増えます SP500 に投資した場合2019年に約6万3,000ドルに増えるハーバード大学が運用したら2019年に約12万ドルに増えるなんと SP500 に2倍の差をつけての大勝利だったんですね ハーバーーバドド大学かららしたたまさにドヤっって言ったところですね一体何をどうやって運用したらこうなるのか皆さん興味ないですかなんでこの動画ではハーバード大学の資産運用の特徴資産運用するべき人が学ぶべきことこの2つについて解説します皆さんの資産を守り増やす重要なポイントが分かりますぜひ最後まで見ていってくださいあとがっかりされないように最初に結論を言っておきますが私たち庶民にハーバードの真似はできませんその点はねご承知おきください ということで解説いきましょう。ハーバード大学の資産運用の特徴ですね。ハーバードのポートフォリオ、早速見てみましょう。ポートフォリオの内訳はこんな感じですね。このグラフです。順番に解説します。ヘッジファンドが36.4%。未公開株が23%。公開株が18.9%。不動産が7.1%。現金その他5.6%。債券等5.1%。天然資源2.6%。その他不動産1.3%。 投資経験のある人からするとなんじゃこれあって驚いたんじゃないでしょうか常識を破壊する衝撃のポートフォリオですよねハーバード大学の資産運用最大の特徴はオルタナティブ資産が多いことですって言うとねオルタナティブ 何やそれそんなん知らんぞただしいお菓子の名前か何かみたいなねこう思った皆さんはいたって普通です街中で100人に声をかけたら一人知っているか知らないかぐらいのマニアックな用語だと思いますでもそんなマニアックな用語がハーバーバドのの資産運用の心臓部分なんですね僕の著書「お金の大学」では上場株債券などの伝統的な資産に投資をしましょうってことを書きました オルタナティブ資産っていうのは、そういった上場株や債券などの伝統的な資産に代わる代替的な新しい投資対象のことを言います。例えばどういうことかっていうと、未公開株、株式市場で自由に売買できない非常場の株式ですね、ベンチャー企業の株とかです。他にもヘッジファンド、株価が下落するときでも利益を狙うプロが運用するファンドです。他にも不動産、コモディティ、ゴールドや原油などのことですね。 教科書的には資産運用のコアは上場株式や債券などの伝統的資産です。オルタナティブ資産はあくまで脇役トッピングです。それなのにハーバード大学のポートフォリオは未公開株やフェッチファンド不動産ゴールドなどのオルタナティブ資産が主役になっているんですね。オルタナティブ資産だけでなんと全体の約70%ですよ。それ以来アンパンマンで伝統的に主役を張り続けてきたアンパンマンがほとんど出ずに脇役のはずのバタコさんばっかりが出ている。そんな感じです。 ハーバード大学のポートフォリオはもはやそれいけバタコさん状態ですよ。食パン、カレーパン、債券すらもほとんど出てきません。ちなみに僕たちの老後の年金を運用している GPIF のポートフォリオはこんな感じなんですね。株式50%、債券50%の至って教科書的なポートフォリオです。オルタナティブ資産なんて見当たらないですよね。皆さんぜひ書店に行って投資本コーナーを覗いてみてください。 資産運用の教科書初心者向けの投資本何冊読んでもハーバードのようなポートフォリオを推奨している書籍は見つからないと思います GPIF のようなポートフォリオをお手本とすべしって言ってる人がほとんどでしょうさてなぜハーバードはこんなポートフォリオを組んでいるのかその理由の一つが分散投資を徹底するためです分散投資っていうのはいろいろなものに投資して資産を守ろうっていう考え方で卵を一つのカゴに盛るなっていう格言が有名ですね 卵を複数のカゴに分けておけばどれか一つのカゴを落として卵が割れても他のカゴに入れてある卵は助かりますハーバード大学は年利約10%を目標に運用してこれかなり高いリスクとってますからねそして運用収益のうちざっくり5%を大学の運営資金に充てています資産運用で得た収益を活用して大学の施設を新しくしたり学生に奨学金をあげたり研究費に充当したりってことですね これによってハーバード大学はますます魅力的な大学になり世界中から優秀な学生や研究者が集まるようになるってわけですね非常に美しい仕組みですね安定したキャッシュフローを稼ぎながら投資元本も増やしていこうと思ったら分散投資は必須です特定の資産に集中投資するのはただの博打ですからね世の中には分散投資の完成形の一つとしてできるだけ多くの国の株式に投資せよできるだけ多くの国の債権に投資せよっていう国際分散投資っていう考え方があります ところがここ最近国際分散投資が機能しなくなってきたと言われています米国株ヨーロッパや日本などの先進国株新興国株みんな同じような値動きをするようになってるんですね米国株が下がれば他の国の株価も下がるし米国株が上がれば他の国の株価も上がるみたいな感じになってるんですね分散が効いてないとさらに昔は株が上がれば債券は下がる株が下がれば債券は上がるみたいな 株と債券が逆に動くっていう特徴が顕著に見られたんですけどここ最近は株も債券も似たような値動きをすることが多くなってきたんですね結局今の状況は卵を複数のカゴに分けてみたもののそのカゴを全部同じテーブルの上に乗せてしまっているっていう感じですだから不景気や大きな事件がきっかけになって資産運用の世界で暴落が起きると全部一緒にダメになってしまう 猫や犬がテーブルに体当たりしてテーブルを倒してしまえば全てのカゴがひっくり返って結局卵は全て失われてしまうってわけですね分散投資を徹底するためには同じ値動きをする資産を組み合わせるのではなくって異なる値動きをする資産を組み合わせる必要がありますそこでハーバード大学は株や債券といった伝統資産だけじゃなくって伝統資産とは異なる値動きをするオルタナティブ資産を混ぜているってことですねハーバーバド大学的には 今の時代このぐらい多種多様な資産を組み合わせないと分散にならないよってことですねハーバード大学は徹底した分散投資オルタナティブ資産の活用により長期にわたり年率10%以上のリターンを実現し続けていますちなみに GPIF の過去20年の成績はプラス3%程度ですこれでも十分優秀なんですよさてそんなハーバードの投資スタイルから私たちは何を学ぶべきなのか順番に見ていきましょう僕たち投資家が学ぶべきことですねこの2つです 自分の強みを生かす資産を守り効率的に増やすためには多種多様な資産に投資するそれぞれ見ていきましょう自分の強みを生かすっていうこれ一つ目ですねハーバード大学の運用成績がいい理由はいろいろと言われてるんですけどそのうちの一つとしてよく言われるのが腰を据えた長期投資をやっているってことですねハーバード大学が運用している資金っていうのは卒業生たちからの寄付が元になっていて誰かに返さないといけないお金ではないしすぐに成果を出さなければいけないお金でもない そしてて寄付は毎年のように集まってくるだから手持ちのお金を使って換金しにくい資産にも投資できるんですね例えばポートフォリオの23%を占める未公開株は上場企業の株式と違って売りたい時に売れるものではありません好きな時に売買できないことを難しい言葉で流動性リスクって言うんですけどハーバードは資金的な余裕があるのでこの流動性リスクを取ることができるんですね皆さんに何度もお伝えしている通りリターンの源泉はリスクです ハーバードは自分の強みを生かして他の人には取りづらいリスクを積極的に取ることで高いリターンを実現しているってわけなんですね。またヘッジファンドや未公開株といったオルタナティブ資産は頻繁に詐欺が起きる資産なんですね。もし皆さんのところに「優秀なヘッジファンドに投資しませんか?」とか「将来有望な未公開株に投資しませんか?」とかそういう話が来たら99「99%詐欺かぼったくりだと思ってください」 俺もハーバードスタイルで行くぜなんてカッコつけて詐欺師に騙されちゃダメですよ。こんな話もほとんど詐欺ですから。普通の人はこんな未公開株に手をつけちゃダメです。ハーバードは超一流の人脈コネを使うことで非常に優秀な資産運用の専門家たちに運用を委託しているんですね。ハーバードが投資しているようなヘッジファンド未公開株には皆さんは投資できないと思ってください。もちろん僕にも投資できません。ハーバードずるい許せない冗談ですよ。さすがハーバードだなーっていう感じですよね。 投資を成功させたいと思うならハーバードからマネするべき点はヘッジファンドや未公開株に投資することではなく自分の強みを生かすことですねハーバードに限らずもし皆さんにあの人の投資スタイルすごいなマネしたいなこう思うような投資家さんがいたとしても皆さんが憧れるその人と皆さんの強みが同じとは限りません給料水準金融知識のレベル性格強きとか弱きとか大胆用心深いなどですね他にも貯金額 家族構成です。配偶者の年収が超高いとか、実家がお金持ち、奥さんが資産家の娘とかね、人によって全然違いますからね、資産運用をする上で自分の強みがわからない人は、ぜひ立ち止まって、自分の強みを考えてみてください。ちなみに僕が考える皆さんに共通する強みは、日本という先進国に生まれたこと、少ない支出でも安全、快適に暮らせますよね。他にも労働法が強い国であること、会社員や公務員はめったにクビにならない。 購買力のある人が多いこと独立した後お金を払ってくれるお客さんが多いこういったあたりですね稼ぎやすくて貯蓄もしやすいんですから腰を据えて長期投資できる条件揃ってますよね全然稼げなくってたくさんお金を払わないと快適に暮らせないような世界だったら資産運用どころじゃないですよ本当に 僕30カ国以上海外を回ったんですけど本当に日本は恵まれてる国です庶民でもお金持ちを目指せるしそもそも庶民の生活レベルが他国に比べて非常に豊かですねこの場所に生まれてしまったらもうどう頑張ったってお金持ちなんて目指せないそれどころじゃないぞっていう国だってたくさんあるんですよだから課題もあるんですけど僕は日本が大好きですね日本で暮らしていれば自分には金融知識なんてないっていう人でも積みたて NISA やイレコなどでインデックスファンドを買って資産形成ができます これれだけけでで平均的なリターンは確約されてるわけですねそして積立 NISA や iDeCo の枠を使い切った上でもし自分には平均的な成績以上を狙える特別な強みがあるって思うならそれを活かしてポートフォリオをカスタマイズしていくのは決して悪いアイデアではないですね。ハーバードから学ぶべきこと2つ目資産を守り効率的に増やすためには多種多様な資産に投資するこれですねハーバードから学ぶべき2つ目のことはまさに分散投資のお話です。 今の時代はグローバル化 IT アルゴリズムの進歩によって資産の値動きが非常に似通ってきています資産を守りながら高いリターンを狙うつまり投資効率を高めようと思ったらさまざまな種類の資産に投資した方がいいんですね株式債券リート現物不動産ゴールド原油円ドルユーロ元などのさまざまな通貨その他ねいろいろありますよね ただ僕の個人的な意見としては資産が2000万円ぐらいまでならばベースとしては株式と円のバランスでリスク調整することをお勧めします。その方がシンプルだからですね。例えば株式1500万円、米国株、全世界株、日本の高配当株などそしてキャッシュ500万円。このポートフォリオなら暴落が起きて株価が半分になったとしても損失は750万円です。もちろんかなり精神的にきついことに変わりはないんですけど。 このぐらいならまだ自分の稼ぎから補填しうるレベルなんですねもともと2000万円貯められたわけですから確保しておいたキャッシュを使って暴落で安くなった株式を買い増しすることができれば数年以内に資産は回復するかなと思いますところが資産がゴリゴリ増えてくるともはや自分の稼ぎから補填できるレベルではなくなる増えたキャッシュポジション自体もリスクになる 日本国債の暴落激しいインフレなどが起きて円がゴミになったらやばいってことですねこうなるとやっぱりどうしても資産の多様化が必要になります資産運用の経験年数が長くなり資産規模が増えるに従って少しずつね投資対象を多様化していけばいいんじゃないかなと思いますもちろん少額のうちから経験のためにいろいろ買ってみるっていうやり方も否定はしませんこの辺は人それぞれお好み次第ですね最後に分散投資の対象として忘れがちなのが自分そして自分の事業ビジネスですねこの2つです 今日こここが一番皆さんにお伝えしたいところですね自己投資や自分のビジネスへの投資は有効な分散投資になりますちなみに僕の最大のの分分散投資先は自分のビジネスですね確か1億円貯める方法を金持ち1,371人に聞きましたっていう本にも財を成した中小企業の親父たちは上場株式や債券などのペーパーセットではなく自分のビジネスに最も多く投資していたみたいなことが書かれてましたね 分散投資を考えるときはぜひこのことも頭の片隅に置いておいてください何よりビジネスめちゃくちゃ楽しいですからね皆さんにおすすめしますまとめいきましょう資産を守りながら多種多様な分散投資を検討しよう世界最高峰の大学ハーバードのポートフォリオについて紹介しましたポートフォリオの内訳はこんな感じですヘッジファンド36.4%未公開株23%公開株18.9%不動産7.1%現金その他5.6% 債券5.1%天然資源2.6%その他不動産1.3%っていう感じで年率10%近い成績を狙ってめちゃくちゃリスクを取ってめちゃくちゃ分散投資を徹底しています多くのアクティブ運用はインデックス投資に勝てないと言われていますがハーバード大学のポートフォリオは長期にわたって SP500 に勝ち続けている数少ないポートフォリオですねハーバード大学の運用から学ぶべきことはこの2つです自分の強みを生かす そして資産を守り効率的に増やすためには多種多様な資産に投資するこの2つですね自分の強みがわからないまま戦っている人はぜひこれを機会に資産運用に活かせる自分の強みって何だっけって考えてみてくださいそれが皆さんの資産形成を成功させる原動力になるからです今の時代国際分散投資の効果が薄れてきています資産を守り効率的に増やしていくためには多種多様な資産への分散投資が欠かせません 以上、参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったら人に紹介してもらえたり、いいねやチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。お金の大学、本出てますんでね。本屋さん並んでますんで、ぜひ手に取ってみてください。投資の基礎もすべて学べるようになってます。オンラインコミュニティ、リベシティも運営してます。お金にまつわる5つの力を育てる場ですね。今日みたいな話とか、かなり突っ込んだ投資の話もしてますんで、興味のある方はこの動画の概要欄からチェックしてみてください。今日が人生で一番若い日です。 ある程度の資産規模になるまでは株式とキャッシュの比率でリスクをコントロールするだけで十分だと思いますが資産運用の経験が増えて資産額も増えてきたら是非資産の多様化を検討してみてくださいそのための有料な投資先もこのチャンネルでぼちぼち紹介していくんで今後とも是非お付き合いいただければと思いますということでこれからもしっかり学んで行動して自衛の道を歩んでいきましょう終わりたいと思います今日もありがとうございましたビジネスを作って分散投資しながらお金持ちになろうみんなにもできるよいってらっしゃい